ロンドンに滞在中の井上勝之助井上、勝之助昭和4年11月3日は、日本の外交官、政治家、貴族院議員、公爵、条約改正に尽力した。長州藩士、井上公園の次男として、巣王国に生まれる。明治2年に父が亡くなった後、叔父、慶の養子師となる。明治4年3月から明治12年3月まで、 イギリスに留学し法律学を学ぶ。帰国後、明治13年2月に大倉省雇いとなり商務局に勤務。同省で雇用係、銀行局勤務、県省所機関、調査課長などを歴任。明治19年1月、外務省に展示会計局次長心得に就任。以後、外務所機関、ドイツ公使館在勤、外務省参事官、大臣官房所務課長。 県会計課長、便利講師などを務める。明治31年1月、特命全権講師として、ドイツに赴任し、ベルギー講師を兼務。明治39年1月、講師官が大使館に昇格し初代の、ドイツ中殺特命全権大使に就任し、翌40年11月に帰国した。明治十四年六月五日、貴族院議員に直選され、こういうクラブに属して、 大正2年2月13日まで在任。同年同月8日、特命全権大使に任じられ、イギリスに赴任。大正4年9月20日、養父の死去に伴い公爵を就職し、貴族院公爵議員に就任。翌5年6月13日に貴重を命ぜられた。大正6年12月、宮内省の捜査都市両総裁となる。翌7年3月、水密顧問官を兼務。 大正10年10月から、指揮部長官を務め、昭和2年11月に退任し、数密顧問官の専任となった。その他、学習委員長事務取扱い、条約改正準備委員会副委員長などを務めた。昭和4年11月3日、絶願のため麻布の辞邸で死去。弟に、伊藤博文の要着師となった、伊藤博国。妻の井上松子は、養服、京の名。 養子に、桂太郎の三男の井上三郎と、矢部カオルの諸子の千代子、新田正純の四女の幸子、ありがとうございます。